足利義美は、室町時代の武家。室町幕府六大将軍、足利義則の子。異母兄に七大将軍、義勝と八大将軍、義政、堀越久保となった正友がいる。十大将軍、足利義種の父。永京十一年うる一月十八日、六大将軍、足利義則の十男として誕生。 母は、吉典正室の大木町三条陰子に仕えていた、女房の詳細小局で、諸子として扱われた。2月22日には、陰子の兄である、大木町三条を祈る雅の養い気味となった。夏吉三年に出家して、天台修生路地の門跡となり、木広と合した。干渉五年11月25日に実施がなかった兄、吉政に壊れて僧侶から減属することとなった。 当時義広の他に吉政の兄弟で生存していたのは、吉政の兄にあたり、小学坊に対抗させるために現属していた、正友のみであった。12月2日に正式に現属して、目のと、大木町三城を実る宮城の今出川の屋敷に移り住んだため今出川殿と呼ばれた。12月2日、15位下左馬頭に助任された上で吉美を名乗った。 翌く正六6年1月5日24日に下に、少女2月25日に、半始めを行った。3月3日には、幕府行事の節句ク新において、吉見は、吉正と、その五代所、日野富子と同じ扱いを受けている。3月15日には、日野茂子の宮廷、高倉殿を、今出川殿と改めて移り住んでいる。月日に富子の同母妹と、 両子を正室に迎えたが、これは、吉政と富子の勧めによるものであった。11月20日に元服、5日後の25日に三義と、左この絵中将に部任され順調に、吉政の後継者として出世していった。同年の11月23日に吉政と富子の間に、老い吉直が誕生し、将軍を継ぎとされたが、特に吉見の立場に変化はなかった。 大人気一貫本にはこれ以降、吉政、富子と吉美の関係が悪化していったという記述があり、その影響を受けた見解が強かったが、2010年代以降の研究では否定的な見方が強い。当時は子供の生存率も低く、世代に差があるため吉美は中継ぎとして見られていたとされている。11月27日には、県中納言を経ずに、 十三味県大納言に除せられ、文章元年1月6日には十二となっている。またこの頃京都では特政一揆がたびたび起こっているが、吉見は吉政と別個に大名への軍事命令を出している。従う大名はほとんどなかったが、柴氏の前当主、柴吉門の家臣、朝倉高景はこれに応じている。文章元年八月十五日、吉政は柴吉都を 越前国、東都美国、尾張国守護に任じ、柴吉門を討伐する、幼所大名に命令した。しかし山名総運、畠山吉成らはこれに反対し、吉都市を支援する、伊勢貞地からと対立していた。9月5日、貞地かは吉見が反逆を目論んでいると訴え、吉政に中殺を求めた。吉見も吉門に近く、吉政の父々であり、お父と呼ばれていた。 佐ダチの動きはこれに対抗するためのものだった。吉見は、総運の屋敷に逃れ、ついで元官令、細川勝元に無実を訴えた。翌6日には佐ダチが残存の罪を問われ、佐ダチと、吉利ト木に誠しべ、赤松正則ら、佐ダチカ、ヨ派が失脚した。吉見は、マシベとは、以前から交流があり、マシベが失脚した後も親しく交際している。 大人気一貫本には、政変直前に、勝本が吉政から吉見の後見人に任命され、富子が対抗策として吉直の後見人を総運に頼み、それぞれの派閥が結成され後の対乱に及んだとする説があるが、近年では否定されている。政変後も吉見の扱いに変化はなく、11月26日に行われた大上会では、吉政に代わって、 ご奈良天皇に具部する役を務めている。文章2年1月11日には、聖任に助せられている。1月18日、畠山氏の家徳争いが発端となり、五霊合戦が発生した。吉見は、吉政と共に、畠山吉成を支援するようになり、畠山正長を支援する勝本の面目を失わせた。2月24日、 吉見は両軍には僕を呼びかけているが失敗に終わった。5月26日には、細川勝本らの東軍と山名総運らの西軍の戦闘が発生した。吉政は畠山義成に軍の撤退を求めているが、今出川も同意見であると記している。吉見は吉政、風氏、吉直らと共に東軍に属し、6月には木場畑を下され、首相となった。 吉見は、東軍から、山梨の縁者を追放し、山中田に通じたとして武行衆、いいおため数を中殺している。5月に、吉政が失脚していた定ダチを伊勢から京都に、呼び戻したため孤立した。8月22日に、西軍の大内正宏が上落したが、その日の夜と入れ替わるように京都から出奔した。応仁別記には、一時的に今出川殿に赴いていた。 吉見が起陣しようとしたが、京国持ち、清の家臣多賀を中に阻まれたと記されている。同日には、東軍内で西軍方と見られた者が勝元によって、粛清されている。吉見は、北畠京具を頼って、伊勢へ下校した。翌王任2年には、西軍と小学坊、足利重義氏との間で、公主同盟が結ばれているが、伊勢にいた吉見はこれを承認している。 9月22日には、吉政の説得で、伊勢から帰落するが、義兄に当たる日の勝密を激しく非難したほか、吉政が9月頃から定地下を起用していたことも、吉政との対立に拍車をかけた。11月13日に、室町大を脱走して、比叡山延暦寺に出本、ついで山名総運の西軍に組みした。西軍では、議事幕府が創設されて、久保様、 将校と呼ばれた。吉政は激怒し、朝廷に働きかけ吉見や、側近の官位を自脱させた上で、朝敵として、追悼の対象とさせた。文明元年には、四国、九州の諸大名に軍を率いて上京するよう、命じている。文明五年、定地下と総運が、相次いで死去した後の四月二十三日には一条、金吉に身体を相談する書状を送っている。 文明8年9月14日に、吉政が大内正宏には僕を求める書状を送ると正宏と共に交渉を開始した。12月20日に吉政にたいのないことを伝える書状を送り、翌文明9年5月3日には富子へ正宏を通して和僕の仲介料を支払い、7月に娘を富子の元に送り、有志としてもらった。しかし、 義政との溝を埋めることは難しく、西軍が解体された11月11日に、この技材を伴って、美ノの時なりよりの元に亡命した。美ノでは、翔高主寺に滞在していた。翌文明10年7月10日に、義政に赦免されたが、美ノに泊まり続けた。状況元年1月、この技材を元服させた。8月に、技材は、 五位下左馬頭に、ジョイに印鑑されているが、これは吉直に子がなかったことを憂れいた、富子の意向が強かった。この頃には、義財を吉直の勇士とし、長京、遠徳の乱で、大ーに、在陣していた吉直を京都に帰らせて、代わりに、義財を大ーに置くという案もあったが、実行はされなかった。長教三年三月十六日に旧大将軍、ヨ直が、長教、 遠徳の乱で遠征先の大海で死去すると、吉見は、機材と共に4月13日に上落し、娘のいる京都三条の津余玄寺に入った。4月19日には、富子の住む小川殿に移り、富子の指示を受けていることを明らかにした。4月27日に、津余玄寺で出家をして、道ありと合した。この頃は吉政が政務を取っていたが、8月に、卒中で倒れ。 10月8日には、再度倒れた。10月22日に、吉見、義財夫氏は乱依来となる吉政との対面を果たした。翌縁と国年に1月7日に吉政は病死した。没後の法事の席で吉見は、兄弟の仲は、もともと良かったが、人の言動で疎遠になったと語っている。この席では、美濃にいた吉見がある僧を出世させるよう要望したところ、 関係した僧侶たちに反対された。しかし、吉政が、吉美の言うことだからと押し切ったという話も語られている。これを聞いた吉美はうなずき、一生したという。4月27日、富子が小川殿を、偽罪のいとこにあたる、公元院清明に与えることとなった。さらに富子が、細川正元と内談して、清明を擁立しようとしているという噂が立った。 吉見は5月18日に小川殿を破却させ、富子の所領も奪った。7月5日、義在は十大将軍となり、自らは将軍の父として政務を取った。また、受号の待遇も受けるようになった。しかし10月7日に妻、良子を失ったのに続いて、自身も11月に晴れ物を患い、翌縁徳3年に1月7日に通源寺で死去した。 去年五十三、前年に世を去った兄、吉政の正月命日であった。吉見の死後、義妻は、羽室光ミら側近を徴用して独裁的思考を強め、積極的な軍事活動を行ったが、富子や諸大名の反感を買った。富子と正元ははじめ幕府関係者や諸大名と連携を取り、吉見の死から2年後の名王2年、義妻の河内遠征中に、 清明を擁立して、義材を宮古に追い込んでいった。吉見の三影堂は、小国寺の大地院に置かれたが、これは、足利義満以後の歴代将軍と同じ大宮である。溶接した兄の七大将軍、吉勝の三影堂が当初は、東山に置かれ、吉政の別荘の造営予定地に入ったために、没後23年目にして、やっと小国寺内に移されているのとは、対照的である。 これは取りも直さず、吉見が将軍の後継者であり、かつ、東大将軍の実父、後継として、実際には、足利将軍家の家督を相続することも、将軍職に就くこともなかったにもかかわらず、事実上の将軍家の当主とみなされその礼遇を受けていたためであることを物語る。日付イコール旧歴。ありがとうございます。